幼い頃から大好きなお手軽食品なの。ダイエットのために食べているわけじゃないの。他のおかずはいらなくて、これさえあればいいの。健康のために食べているわけじゃないの。匂いは独特、雲の糸、苦手な人もいるよね。アレンジもいろいろあるよ。めかぶにネギ、キムチ、卵を乗せて、あなたも好きになるといい。壊れてしまいそうで言えない。本当はね、伝えたいことがたくさんあって、でもいざ伝えると言いたいこと何割も言えない。幸せ瞬間ほど後で思い出になった時に、寂しさで何度も立ち止まってしまいそうになるの。約束なんてない、だからこそ、だからこそ、あなたが進む先で何度も出会いたいの。そしたら約束はいらないし、傷つけてしまうこともない。その背中に願った、いつかはね、あんな日もあったねって笑いたい。そしたら今日の涙とも一緒に笑える気がしている。
私たちの夢全部消えてなんかいないよ。だから泣きすぎることもないし、落ち込みすぎることもない。明日へ歌でした。リバイ。
の歌が素晴らしすぎて私が差し出がましいんですけれども、書いたらこれ長渕だなって思った曲僕も書いちゃいまして、最近よく歌ってる曲で、ショワちゃんありがとう、いつも真っ先にいいねくれたりとか、この曲をちょっと上げただけでツイッター上で身近な人からいいねがいっぱい来るんですね。40年近く生きてきて初めてのことでびっくりしてるけど、誰かに何かが、顔も知らない無名の僕に何かが響いてる、こんな経験ができて僕はいよいよ普通の人から脱却できそうで非常に嬉しいことで、僕らはなんて小さな世界の中で、負け犬だ勝ち組だカリスマだクズだ、ガチ負けいつまでやってんだ、そんな暇なら他人を幸せにしてみろ、スマホ見るのと同じ視野で狭い世界を虚勢で牛耳る、自分が大事あとは知らない、正義は一つ俺だけが勝者だ、ああ悩みも何もかもあったもんじゃねえな、弱肉強食コスパ悪い人生、ああいつまでも続く思い込みの高い、そんなもんに勝ったからってどうなんだよ、いい加減気づけよ自分の不甲斐なさを、いいんですかいいんですか、一生小さいままでいいんですか、俺はいざとなりゃ気合で勝てるぜって言ってる人ほど自分に甘いんです、いいんですかいいんですか、その生き方で本当にいいんですか、考えることを放り投げて何年そうやっていじけてるんですか、夢や希望は所詮は幻だけど、あまりにも聞き覚えが良くて嘘はった通り、真面目が楽だと諦めた大人がはびこる現代、自己犠牲なんて絵本の世界で、応援してれば自分も仲間で、飽きたらさっさと忘れてパチンコ、指摘されたら逆ギレで暴れて、ひ弱な心はますます卑屈に、ラーメン食って血の気だけあげて、街を闊歩するちょい悪か不変、覆えない笑わせるなよ、儲かってんじゃ売り物になんで、いいんですかいいんですか、舐めた人生続けていいんですか、俺は正しい間違ってない、あんたのイライラが迷惑なんです、いいんですかいいんですか、素直に認めなくていいんですか、数の力で味方作って丸投げしてるやったり、いいんですかいいんですか、孤独を感じなくていいんですか、全て失いタガが外れてゾッとした時誰もいないんです、いいんですかいいんですか、誰かを巻き添えにしていいんですか、自分のこともういいでしょう、周りを見ろよその手を差し伸べろ、いいんですか、いいんですか、今日一年一更新中、バーベラにはそんな奇跡があるね、いつもね。昔マッキーの胃がんだった会社の上司が言ってたよ、全ては体だ、体壊したら全部終わりだぞ、そう言ってその上司手術で胃を全部取った後すぐなのにフォークリフトを運転させられてたよ、もっと暖かいところで働かせてやれよ、会社何やってんだって、他の上司も先輩も誰も何も言わなかったよ、あごめん、照明白にしてください。昔関西でラジオパーソナリティやってシンガーソングライターやってそこそこ売れたのに、一大決心して東京出てきたイケメンのバイトの先輩が言ってたよ、いいか30歳は人生のデッドラインだ、お前がこれから何になるか俺は知らない、だけどな、だけどな、片木の仕事に戻るなら今だぞ、自由人で行くならもう後ろは振り向けない、いや後ろには何もない、誰もお前のことなんて興味ないんだよ、分かってるよ、いずれにせよ後悔のないようにな、
頑張れよ。その先輩ももう関西に帰った。さっき話した俺の上司はその後すぐに癌で死んでしまった。再発だった。俺に残ったのは思い出だけだ。それはおの思い出だけで、俺は今日も生きがいに生きていける。歌は訴えるから歌なんだ。中学の時の音楽の手塚先生、還暦すぎてもパワフルにいつも俺たちにこう言い聞かせていた。授業中はとにかくあっちこっち行ったり来たりして、ここまで声を響かせろ、もっともっと。だって教室の隅で耳を手に耳を当てて、笑顔で俺たちにずっと声をかけてくれていた。校内暴力で荒れてた八王子の母校が、音楽の授業の時だけそのおじいちゃん先生に圧倒されて不良たちが静かになる。いい意味で誰かにバカにすら、何かにバカになるってすごいことなんだなってすごく尊敬していた。修学旅行が広島の原爆ドームで、朝9時に眠い目こすってわざわざ整列して何の意味があるんだよって内心みんな思いながら、消えた8月という救いなんて1ミリもない戦争の合唱曲を歌って慰霊祭をするのが毎年の恒例で、指揮者に任命されたから前で腕をブンブン振り回して3年生全員を引っ張ったけど、ただただ必死で、あっという間に始まった、あっという間に終わった思い出しかなくて、正直僕は慰霊祭どころではなくて充実感もなく、とてつもない疲労感だけが残ったのを覚えている。帰りの新幹線で一人だけグースかグースかいびきをかいて寝ていたらしい。あ、そっか、それが充実感じゃないかやりきった感は確かにあったんだ。ただなんか無償で仕事をした感があって、なんかご褒美はねえのかみたいな、よからぬ方向を考えていた。本当に元気なやつなんだ俺は、と。昔からそうだったみたいで、無償の愛を人に与えることも。とても嬉しい。